関鳥羽、関鉄羽は聖域さん、それとも南蛮さん、関鳥羽の産地考察。三国志に出てくる伝説の名馬関鳥羽、こちらも猛将で名高い呂布の愛馬として有名であり、呂布亡き後は関羽に譲られたとも言われ、名将たちを乗せて千里をかけたとされる名馬中の名馬。今回はそんな名馬関鳥羽についてちょっとお話ししましょう。よろしければタイトルにもあるように焼酎関鳥羽を片手にご覧くださいませ。三国志演義では西からやってきた馬。まず三国志演義の方のお話をしましょう。三国志演義ではこの関鳥羽は西との交易で手に入れた関鉄馬という別名でも呼ばれている馬です。名前の由来のように血のような赤い汗を流すとも言われ、またその毛並みが赤くウサギのようによく走ることから関鳥羽と呼ばれるとも言われて名付けられたとされています。この名馬は当時の支配者でもあった董卓に名馬として献上されました。呂布に贈られ、関羽に贈られ、この関鳥羽、董卓に反発する丁原の養子であった呂布を取り込むべく、李治の策によって呂布のもとに贈られます。名馬を贈られた呂布は丁原を殺害して董卓に仕えるようになりました。その後は呂布を討った曹操から関羽に贈られ、その後は関羽の愛馬となります。この後に関羽を捕らえた褒美として馬中に贈られるも、関鳥羽は餌を食べずに亡くなったと言われています。ただし馬の寿命からするといろいろと疑問が残るので、これはあくまで三国志演義での創作とも言われていますね。南蛮は関鳥羽の産地だったともあれ、関羽亡き後には誰もその背に乗せずに歴史から姿を消したみたいに描かれているにもかかわらず、三国志演義ではもう一度関鳥羽が出てきます。そう、父親である関羽の敵を討とうと奮戦する息子関公をその背に乗せた関鳥羽がではなく、南蛮王の毛角と祝勇夫人を乗せて、そして特に触れられないままこの関鳥羽は姿を消します。どうしてここで関鳥羽が出てきたのかは筆者もよくわからないので、知識者の方がおりましたら考察を聞かせていただくと幸いです。よろしくお願いします。実在した関鳥羽と、ちょっと話がそれましたが、これが三国志演義の関鳥羽です。この印象から三国志演義の創作の馬であると勘違いされることがありますが、実際に関鳥羽と呼ばれる馬はきちんと歴史に記されています。例えば五感所では、呂布は良い馬に乗っている、名前は関と、よく走って堀も飛び越えると書かれており、三国志の呂布伝では人中に呂布あり、馬中に関とありとまで称されたと記されているのです。驚くことに千里をかけたと言われる関鳥羽は実在したのですね。関鳥羽の一日千里、ちなみに一日で千里をかけると言われた関鳥羽、これをちょっと計算してみましょう。当時の中国の千里は約 415km です。これを1日24時間で計算すると時速にしてだいたい 17km。 これはマウンテンバイクよりも少し遅いくらいですが、大事なのはこの時速を24時間もの間馬が走り続けるということ。尋常ではありません。とはいえ、おそらく千里イコールとても長距離という比喩表現だと思われますので、決して1日走り通したということはないでしょう。乗ってる方が限界でしょうしね。アカールケテ、ここで余談ですが、現存する馬にアカールケテという品種の馬がいます。現在この馬は中国で関鉄馬として飼育されているのですが、もしかして関鳥羽の元ネタではと思ってちょっと調べてみました。この馬は2500マイルを84日間で走破したという記録が残っている馬なので、こちらもちょっと計算してみましょう。前述したように三国志時代の千里は 415km、 2500マイルは約 4023km、 これを84日です。大雑把に計算して、計算 403km を8日間としたとしましょうか。さらにめちゃくちゃ大雑把に言ってしまうと1週間ちょっとで千里走ったということになります。つまり三国志の時代は1日が1週間として計算されていたということになるのです。というのはほぼないので、やはり1日千里は例え話
ということにしておきましょう。現実に寄せて考えすぎるとロマンがなくなるなと学んだ筆者でした。焼酎せきとば。ちなみに筆者は昔焼酎のせきとばというお酒をいただいたことがあります。もちろん名前に惹かれてしまって飲んだのですが、覚えている限りで余談としてお話ししましょう。このお酒は芋焼酎ということもあり、匂いを嗅いでみるとふんわりとお芋の香りがしました。甘くて美味しそうというせきとばの勇ましい姿とは打って変わっての印象から、クッと飲むとすっきりとした味で喉を通り、カッと喉とお腹が熱くなるような感じがしたのを覚えています。そこからはお水で割ってもらって、やっとちびちび飲み出し、なるほどこの感じはまさにせきとばなんて分かったようなことを考えていたのが印象に残っていますね。まだまだお酒初心者の頃のお話ですが、興味を持たれましたらぜひせきとばを飲んでみてくださいね。三国志ライター千のひとりごと。今回はちょっとせきとばについて調べてみました。いろいろと存在が謎な部分も大きいせきとばですが、確かにいたことが記されている存在でもあります。その人気は日本でも高く、お酒の銘柄にされるほどロマンの塊ともいえるせきとば。ぜひ一度その名を冠にしたお酒を片手に三国志演義をお楽しみください。